よいしょ。ダメよ。手洗えるのいいな、ここ。すぐ手洗えるよ。よかったね、物食えるようになって。昨日の夜食べてなんともないよ。じゃあカップラーメンみたいなちょっと脂っこい系は今日が初めてだよ、うん、なんで乾杯しようよ。取れないんだけどね、蓋取れないんだけど。見てこれ、コカ・コーラゼロのレモン。いただきます。これマジうま、うん、これうまいよ。カラスうるさすぎ。最近のカラスのうるささ異常だよね。その周りどうしたってくれればカラスうるせえ。うわ、うまそう。こういうの大好き。俺もカップ麺久々だな。いただきまーす。今日はもうなんか別に企画とかじゃないから、もうこれをすることがメインだから、ここでお昼を食べることがメインなんで、雑談、雑談しよう。雑談うめ約1週間ぶりぐらいの本当にうまいもの食ってんじゃん。1週間以上だよ。でもさ、これさ、でもカップヌードルでもそこまでうまく感じるってことやん。でも本当にうまいものを食った時どうなっちゃったんだろうね。やばいと思う。この絶食期間を乗り越えた後も。うまかったでしょ。俺の豆腐だって美味しかったでしょ。うん。来てよ。怖っ。で、ぬるくない？ぬるい。お湯沸かして20分ぐらい経ってるわ。やっちまった。さっき父の日渡しに行ったら心配してて、父の日のそのお酒を買ってたんだけど、今日それ渡した次に何言われるかと思ったら、うん、ゆいちゃんは大丈夫って言われて二人とも家にいて、うん、大丈夫になった、ね、ようやく食えるようになったよって言ってたけど、自主的にね、なんか、うん、うるせーなここ狙ってきてるだろ、俺らのご飯を。なんかツイッターで待ってきてたんだけどさ、ごく激辛ファイナルのさ、うん、食べてるカラスでしょ。そう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 。最後まで見てないんだけど、あれどうなったの？見てない。あれ持って帰っただけ。持って帰っただけなんだ。食べたのは見てない。でもさ、辛味はさ、味覚じゃなくて刺激やん、うん、だからどんな動物でも感じるんじゃないですか。痛みじゃん、あれって、うん、ぬるい。冷めたカップ麺ってこんなうまくないんかってぐらいうまくない。いいじゃん、辛味か。この間に弁当なくなってたから、あつ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 、ありがとう。マジ熱いよ。出た。知らないよ、それでまたお腹痛くなってカットしてる。カットしないよ。あと朝行こうじゃない。うん、卵がうまいな。何に向かってあいつらは泣いてんの？知らない。なんか四六時中泣いてない？最近うちの周りで。マジでうるさい。朝もうるさい。うん、5時ぐらいから。うん、でもあれだね、あったかくなってて窓開けて寝るようになったから、ただ聞こえるだけなんじゃない。いや、窓閉めててもうるせえよ。君は寝てるけどね。うん、眠り浅いのが悪い。なんでそんなすぐ起きちゃうの？ヤクルト1000頼めばいいじゃん。もう定期的にさ、うちに配達してもらうようにさ。頼もうじゃうん、昨日ね、原宿に行ったのよ。原宿の駅にヤクルトの自販機があったので、4段あるじゃん自販機って、一番下全部ヤクルト1000だったの。全部売り切れ。だって原宿でもやばくない？全部売り切れなんで。やべえ、仲間来た仲間来たんやけど。朝とか仲間と会話してるよ。会話してる。なんか合唱してるよな、うん、カラスの合唱してんの。マジ本当やめてほしいんだよ。やっぱゆいさんがさ、ずっと具合悪かったからさ、どこも出かけられんかったや。つまんなかったでしょ。マジつまんなかった。もう今になったからいいけど、もうマジクソつまんなかったよ。にもつまんなかった。毎日毎日汗かいて腹いかけてだってこんな苦しんでる人がいるのに、俺だけどっか行くわけにもいかんよ。全然行ってよかったよ。何を言ってんだよ。よくお腹痛い、ゆいちゃん死んじゃうのかなとか言ってたじゃん、うん。おい、帰ってくんなよ。だから俺らさ、動画出してない日とかさ、何も予定のない日にさ、うん、2人でお昼食べに行くみたいな、ちょっとさ、あるやん。
感じが、それがなんかその休みの日の楽しみみたいな感じになってるけどさ、うん、すっごいつけ麺食べたかったのよ。でもゆいさんを置いていくわけにはいかないと思って、もうすっごい我慢した。偉いじゃん、褒めてほしい。でもおごって。やだ、なんで。予想外で出費で焦ってるんだからなんだかんだ7000円ぐらい使ったんじゃない、うん、でもこれで点滴とかなったらもっと高いんじゃない。うん、でもさ、保険料払ってるわけじゃん俺ら、うん、医者行かんと来んじゃない。ゆいは結構行ってる。自慢なんないから大丈夫、自慢ならない。それなんか自慢みたいだって。会社も行ってるし、皮膚科も行ってるし、内科も行ってるし、うん、いっぱい行ってる。キウイもったいないよ。じゃあ俺保険料払ってるのにさ、全然病院行かないやん。もったいないよ。いや、もったいなくないよ元気なのが一番じゃね元気なのが一番じゃね。病院行った方がいいよ。久々じゃない、こんな晴れたの。うん、なんか午前中雨で午後一瞬晴れるみたいな天気とかさ最近あったけどさ、こんなずっと一日晴れなの超久々じゃない。 いるよね、歯で開ける人。メロンジェリー、うん、ここめっちゃ汚いと思う。でもさ、歯で開けた方が汁も飛ばなくてよくない。でもさ、これさ、開ける瞬間にさ、ここがさプチって飛んでくるやん。いや、それはないよ、ために口でね。でもなんかいろんな人が触ってるかもしれない。ここを触りたくない、口で触りたくないんだよね。触った後に言うね。でも多分絶対胃がちっちゃくなった。あるかもね、食ってなさすぎた。なんか受け入れる量少なくなってるよ。だ絶対少なくなってる。うん、カップラーメン1個じゃ腹いっぱいになんなかった。そうだよね。それとプラスなんかご飯とか食べてたもんね。あれ、納豆と卵。うん、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 で、今日は蒸した。うん、もういらない。ゼリー作ってんじゃん。これは食後の分別腹な。デザートって別腹じゃね。え、でも人間のお腹ってすごいらしいよ。本当に別腹あるんですか。そう、めっちゃ満腹になった時に一番自分の好きなもの、例えばメロンとかをこう目の前にバーンって出されたら、胃が勝手にスペースを空けるんだって、受け入れようとして。だから体には良くないらしいよ。消化されてないものが腸に流されるから。うん、うん、良くないんじゃない。中本行きたいんだよ。行きたい。中本食いたい。まだいらない。でも多分もうここ1ヶ月ぐらいやめた方がいいよ。あんなん食べたらもうまたあのトイレ友達、トイレフレンズに逆戻るよ。最悪だよ、うん、俺がついてるぜって聞こえてくるかもしれない、トイレから。トイレから、うん、辛いことばかりでも君はくじけちゃダメだよ。その通りだったね。でも聞いた、これちょ聞いてほしいの、みんなにも。うん、聞いてほしいんだけど、食中毒の苦しみ味合わせたいとか言ってくるんだよ。味わってもらいたい。普通逆じゃない。こんなに辛いからヒロ君には味わってほしくないと思うのが多分普通の感情じゃん、うん、味わわせたいとか言うんだよ。ひどくない、それは。味わってもらいたいよなんで。一回経験した方がいいと思うよ。なんか生理痛とかだったらまだわかるよ。毎回毎月こういう痛みが来るから、それを知ってなんかこうお互いを思いやって過ごそうねみたいなことだったらわかるよ。いらんいらん食中毒は。でもね、最近ね、生理痛より排卵痛の方が痛い。やっぱ来週には歯を痛くなる。まあ、ついに親知らず抜歯の日が近づいてまいりましたね。いやー向かって。いやいやいや、でも本当に気をつけて。何曜日だっけ、水曜日だっけ。で、動画は絶対作っといた方がいい。もうその日パソコンになんて向かえないから、うん、え、しかもどっち、横に生えてる方抜くの、真横に生えてるやつか、ちょっと斜めになってるやつか。真横だったような気がする。いや、ちっちゃった。じゃあ先端をカットしてから抜くってこと。先端カットして、カット、こう生えてるじゃん。いや待って、鳥肌。1時間口開けっぱなしてやばくない、普通に。無理なんだけど、ワセリンベタベタに塗ろ。いやでもそれ俺30分で2回だったから、うん、1回目抜きに行って同じように真横向きに生えてて、先生がこれは抜けないから頭カットしますって言われて、もうずっとドリル。ちょっと違う、ビビらせるようなことを言って申し訳ないけど、嘘を教えてもさ、ダメやん。バンジージャンプするか親知らずもう一回抜くかって言われたら俺は迷わず飛ぶね。新スポも行く。ぐらいちょっともう耐えれない。別に怖いと思わないで。お化け屋敷とかもさ、お化け屋敷とかホラーゲームとか作り物やん。そう、全然怖くないの。全然怖くないだから普通に驚かされたらさ、誰ともさ、うわってなるじゃん、うん、だからびっくりするわけで。そうそう、それも嫌だよね。
だけど普通にお化け屋敷何も脅かしてこないやつを歩いてたら全然平気。でも新スポってさ、行ってる時は別にいいけどさ、その後がさ、霊がついてさ、ね、なんかいろいろ考えちゃいそうだね、なんか新スポ行ってさ、次の日例えば高熱とか出たらさ、もうそれのことしか考えられないよね。絶対新スポだ。絶対なんかついてるってなるよね。乗り移ってる。おかんが止まらないとかさ。でもさ、お化け一回見えるようになってみたいな。なんか陰陽師にさ、通えばさ、見えるみたいなさ。何それ陰陽師だって。何それ新スポに行ってもいいやって思うぐらい、やっぱ親知らずはもう嫌だ。この前なんかお腹の痛みが一番強い、辛いよねみたいな話をしたんよ、うん、歯だわ一番強いの、歯気絶するもん君も来週になればわかる。響かせた、笑っちゃった。明日おしゃれしてどっか行こう。何したい明日じゃ。おしゃれしたい。え？お洋服着たい。ちゃんと可愛い。今日買ったお洋服。そういうことじゃなくてさ。おしゃれしてどっか行きたい。でどこに行きたいかじゃ。君とならどこでも。だからそういうことじゃなくてさ、おしゃれして例えば可愛いスカート履いてスポッチャとか行ったら嫌でしょ。目的は大事なのよだから。魚市場行きたい。え？そんな遠で？違う。いや分からんけど。でそれを使えるの？俺のあるから。洗うのめんなさい。あと食洗機で洗うんだもん。そっか、チンチンやろ。ん、思いついちゃった俺。フレスポンチ絶対美味しいよね。ん、うるせえよ。うるせえって。フィーバーの音楽いいのよ。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。